えー、安倍元首相国葬の件ですか国葬という名目のままお金を払いたい人だけがお金を払うクラウドファンディングのような形でお金を集めるというのなら税金を使わないでほしいという反対派の人たちの反対もなくなったりしませんかねえっ、ー、としませんお金がどうこうというのは言い訳で言ってるだけで安倍首相を国葬という形にすること自体が良くないっていう安倍首相を称えるような形になるのが良くないっていうどちらかというとイデオロギーで言ってる方の方が多いんじゃないかなと思いますその安倍マップライムってていう場のところに出て 喋った結局その外交っていうのでじゃあその岸田首相がベトナムに行った時にいくらかかるかっていうのだとその飛行機の燃料代とか職員の,あのなんか宿泊費とか言われてベトナムに来るのに大体1億円ぐらいかかるんですよ。でそこでベトナムの偉い人たちと話をしますになるんですけど中曽根元首相があの国が半分出して自民党が半分出してっていうのでお葬式やった時に大体2億弱かかったんですけど2億弱で。 その世界中から要人が来てくれると外例えばそのじゃあ,あのベトナムなんかえい人が来ましたとかインドネシアの偉い人が来ましたとかでそれ30分おきとかに会談ができるわけじゃないですかじゃあその40カ国来たってなると40カ国の人と日本で会話ができるようになるので岸田首相の外交を起こすとめちゃくちゃ安くなるんですよ。 でさらに本来であれば他の国行って1億円かかるのがかからなくて逆に他の国の偉い人たちが日本に来て日本に宿泊して日本で飯食って日本にお金を落としてくれるので総額になるとプラスになるんですよ なのでそのコスパの問題っていう単純にお金の問題でいくと国葬にして日本,中そう日本に世界中から偉い人を呼び込んだ方が得ですよっていう話にはなるんですけどただあのそうじゃないんだその安倍首相を国葬という形にするのがよくないんだ国葬というのは天皇のためのものなんだみたいなあのそういうまあその,その安倍首相をこう国葬にするための法律がないんだみたいなその論争になってるのでコストの問題ではないんじゃないかなと思います。えー、リベラルと保守の意味がよくわかりません。日本とアメリカを例に教えてください。 そうです、ね、あのリベラルと保守があの昔の考え方と今の考え方で結構違ってたりするんですよ。例えばそのちょっと前だとそのなんか昭和の時代だと保守はアメリカと仲良くした方がいいよねというのが保守だった時代っていうのもあるし今だとそのアメリカっていうのは日本を食い物にしてるからきちんと独立した方がいいよねアメリカとは仲良くし,た方しない方がいいよねというのも保守なんですよ。 なので、どういう考えをしていると保守で、どういう考えをしているとリベラルかっていうのが、結構状況によって変わるんですよね。 なのであの一概にそのこの考えを持ってる人がリベラルとかこの考えを持ってる人が保守っていう区分けはすごく難しいのであの、まあ、一般的なあの基準でいくとあの自民党は保守で立憲民主党はリベラルっていうなのであの立憲民主党が言ってるようなことは大体リベラルで自民党が言ってるようなことは大体保守っていうそういう認識でいるとあの大枠間違えることは少ないと思います。ただその左翼右翼右 中道っていう分け方をするとあの割とその自民党は右翼だよね自民党は中道だよねっていうあの言い方をする人がいるんですけどフランスから見ると日本って極右なんですよね自民党なのでそういう意味であの,そのどの視点から見るかっていうのでもやっぱりあの変わるのでなのでなんかその思想って一概にこの考えをしてるからこうだよねっていうのは結構なりづらいと思うんですよ。例えばあの僕は安倍元首相国葬賛成派なんですよ。 亡くなった直後からずっと国葬にした方がいいよねって言ってるんですけど多分安倍首相国葬にした方がいいよねって言ってる人って基本的には保守の人で右翼側なんですよ。 で、ただ僕、その、乙武忠宏さんみたいな、あの、面白障害者おじさんみたいなのが、国会議員になった方がいいよね、みたいなのと思ってて、自民党でそのアンケートにも答えられなくて、その、あの、聞かれた質問に対して、あの、一つの答えになるはずなのに、同じ意味の質問をしているのに、はいと言え、両方答えてしまうみたいな、自民党の政治家をバッシングしたりとかってやったりするので、そこから見ると僕多分、左翼に見えると思うんですよ。今、難しいのが、 統一教会バッシングを僕は結構今やってるんですよ統一教会っていうあの韓国というか、まあ、正確に言うと北朝鮮出身の人がやった韓国でできたカルトで日本からのお金を巻き上げて韓国でバンバンお金を使うっていうのをやってる統一教会という団体があるんですけどであれをバッシングするのって僕の中では保守なんですよ。 日本の人たちが騙されてお金を貢がされて日本の人たちが困っていて外国の宗教が得してるのってそれは良くないよね。 っってていうのって僕の僕中では保守だと思ってるんでですけどでもなぜか日本で自称保守の人たちはそれぐらいしょうがないよ統一教会はそんなに悪くないよとかそんなもんだよねとかっていうのでなぜか自称保守の人が統一教会を保護したりとかそ統一教会のバッシングをしているひろゆきは悪いやつだみたいになったりっていうのがあってなんか保守とは何ぞやリベラルとは何ぞやっていうのがだいぶなんかずれてるなと思ってますてい。あのなんか あれ160億円ぐららいいかかってるらしいんですよね、えー、とリオのオリンピックが8年前のやつあれがね4億円でやったらしいんですよリオとかロンドンと比べてその日本のオリンピック会議式つまらんよねっていうのがあのイギリスのデイリー・メールっていうとこだったり FOX ニュースとかで言われてたりっていうので、まあ、割とその海外の人たちは正直につまらんと言ってると <laughs> まあ僕もあの安っぽいなとは思ったんですよねそそもそもなでで安っっっっぽくててしまったののかっていうので もともとそのミキコさんっていうあのパフュームとか。 えと恋ダンスとかあとベビーメタルとかの演出をやってる振付師演出家の人がそのもともとその開会式を葬式をやる予定ででその「アキラのバイク」を出してたりとかでその昔の日本はこうだったけどじゃあ皆さん準備できましたっていうのを渡辺直美さんが言ってこう「レディ2020東京オリンピック始まります」みたいな感じのにするっていうでそこにあのマリオが出てくるみたいなそういう展開で書いてたらしいんですよね。 リオオリンピックの時にその安倍首相があのマリオの格好してできてっていうのがあって、なんでまあマリオ来るだろうみたいなのはまあみんな想定通りだと思うんですよ。で多分任天堂もそこの話は通ってたと思うんですよね。で、ところがどっこいい、そのどうやら開会式、まあ割とその,あのなんか東京オリンピックっていうのでいろんなスポンサーがついて、電通がいろんなことをやりたくなったらしいんですよ。要は開会式の中にいろんなものを押し込みたいと。 その最初じゃあミキコさんはトップだからミキコさんのサポートとして電通の佐々木さんっていう人を言えるのはどうですかっていうのはその電通のスポーツ局の高橋さんという人が言ってきたわけですよまあ電通のナンバースリーって言われてるらしいんですけどでまあミキコさん的にはああ全然サポートの人佐々木さん入るんでいいんじゃないですかって言ったら佐々木さんという人がコロナ対策委員かなんかになってでコロナ対策委員として開会式はちょっとその自分がある程度方向性を決めたいみたいなこと言い出してそのミキコさんが いいない場所でで勝手に話を作り始めたんですもともとそのミキコさん案っていうのがその IOC に見せていて「あみきこさんの案いいじゃんかっこいいじゃん」とか言っててで佐々木さんが勝手に案を作って IOC にアイデア持ってってほんで「いやいやいや今更変える必要ないでしょお前のつまんねえじゃんミキコさんの方が良くねえ?」っていう風にバッシングされたんですけどでも懲りずになんかずっとその佐々木さん案をこっそり進めてたんですよ。か佐々木さんと美希子さんんとが その組織委員会の会長だった頃の森さんのところに挨拶に行ったんですよね。で、森さんのところにみっこさん会長で進めます。と、そのみっこさんが会見式士決めます。なので安心して見ててくださいね。って森さんに言ったんですけど、会の後に。 あの、電通の人が、もう森田ボケてるから、あれ嘘だから、あの、佐々木さん主導でやるからっていうのを言ってたっていう。あ、これ文春に載ってた話でさ、詳しくは文春読んでください。っていうのがあって、で、結局その美彦さんが、まあ、あの、自分がその開会式の、その主催をするはずなのに、いつの間にか他の人が勝手に決めていて、で、自分の案を勝手にパクったやつを外に出してて、しかもその骨抜きになってるんですよ。 他のオリンピックとかもそうなんですけど、基本的にはその言葉通じないのもあるので、言葉を使わないで、何らかしらのメッセージを伝えるっていうのをやるんですよね。だからそのロンドンの場合とかだったら、まあ,あの一応歴史をなぞるっていうのをやったんですよ、中の要は。 あの、ローマ兵とか出てきたりとか、まあ、いろんなその、あの、マさん出てきたりみたいな、いろんな歴史をこう、どりつつ、モンティ・パイソンのその性格が悪いと言われてる俳優さんを出して、明るい面だけを見ようね、ダンスみたいなことをやったりして、まあまあ、相変わらずイギリスって性格悪いよな、みたいな感じで、まあ、それはそれでイギリスっぽいよね、みたいな感じになったんですけど、っていう感じで、その、あの、ある程度テーマに沿って、その、何らかしらの踊りだったり、音楽だったりの表現っていうのをするんですけど、で、ミキコさんの場合は、その、昔の過去の東京オリンピックス、60年代の時、 から2020年未来まあまあ今現実ですけどにそのバトンタッチされるってそういうテーマだったらしいんですけど、まあ、現状今の開会式にご覧になった皆さんにあの開会式のテーマは何だと思いますかって聞いた時にみんなが何も言えないと思うんですよ。ななんんんかううん、ダダンンススややっっててたたたねね、うん、タップみい アイヌの踊りをやってたよねみたいな感じでその一個一個がこういうことしてたよねっていう見たものを説明できるんですけどそれがどういうテーマでどういうコンセプトで見た人に何を伝えたいかっていうのが全くないんですよ。なんでそうなったかっていうとなんかその小池百合子さんが東京の消防士のなんか消防団みたいな人を使えって言ったので。 畳みたいなとこ置いて、なんか消防団的なとこ人がなんか踊って、なんかあのこう、紐で引っ張って五輪の輪を動かすみたいなのやったりとか、自民党筋からこれを使えって言われたのかって使ってるみたいな、なんかいろいろやらなきゃいけないことをとりあえずぶち込んで、時間を費やして、はい、終わりましたっていうのが出来上がりで、でもその、みひこさん時代からも予算は使ってたから、あんまり予算がなくて、安っぽいし何が伝えたいかわからんっていうので、葬式のように面白くないと、ォ FOX ニュースに書かれる。 っていうそういう状態だったのであの僕の開会式の感想はそんな感じですか